大田神社は、大阪府茨城市大田にある神社。式内社で、旧社格は孫社。現在の祭神は次の三柱。祭神の別説として、神社各録では、猿田彦大臣、節用軍団では、伊勢、八幡、住吉の三神とする。また当地は、新先生史録に記載される、中富の大田連の本願地とみられることから、本来は、 中富の死祖神の雨の子屋根の命が祭神だったとする説もある。太田茶臼山古墳と境済国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。創建は不詳。太田茶臼山古墳に隣接して鎮座しており、大田神社の創建以前から古墳は存在したと見られている。現在の考古学では、真の携帯天皇陵は 北東の今白塚古墳とされており、大田茶臼山古墳の真の被葬者が誰かという問題も含め、大田神社との関係が指摘される。また、新先生史録に記載される、中富の大田連の本願地とみられ、この中富の大田氏による祭祀の存在を指摘する説もある。新先生史録では、中富の大田連について、アの子や根の命十三世今後のオンスクネの跡と、 記載するが、これを、松尾鮭形図の、御宮死に命に否定し、その子の、大田彦命が、中富の大田連につながるという説も挙げられている。その他、張間国風土紀伊軍群大谷城には、呉の価値が、韓国より、紀の国なぐさ群大田村に移り、別れて、摂津国三と神軍大田村に移ったという記述がある。当時は、通説では、島下軍の所属とみられ、 三島神軍の記述には、反するが、勝ちのカバネを有することからくだらからの移住と考えられている。これより、三島に中富野氏が進出するにあたり、これらの呉の勝松へと融合して、中富の大田連が形成され、氏神として大田神社が創始されたという説が提唱されている。延長5年成立の演技式新明帳では、摂津福島下軍に、 大田神社具は弓と記載され、式内者に列するとともに、記念祭の際に、朝廷から具は弓の奉建があったことを意味する。明治5年、近代社格制度において孫者に列した。稲荷神社所在地周辺。ありがとうございます。